お疲れ様です。速カジクの久保です。今日はですね、ちょっといろいろと年金のことを調べていたんですけども、まあ、はっきり言ってね、年金じゃ全然やっていけないということをねお知らせしたいと思います。こちらの方にもね、もう年老いた日雇い警備員の方がおりますけども、いやまあ、正直言ってここまで年取っちゃうと何のガードマンするのっていう感じになっちゃいますよね。うん、まあ、こういう方がね、よぼよぼでされてると。 警備って言っても警備になるのかなっていうところはあるんですけどもまあでもねそういう現実をはらんでいても働かなくてはならないというそんな事情もあるわけなんですよタイトルは50代で50代でですよ1億円の資産を持っていてもそれでも足りないっていう現実ですよ信じられないでしょ50代で1億円浮かしていても人生それで足りないわけですよ実感ないでしょだから70代とか80代になって手遅れになってから気付くんですよ 金がない。食べるものも食べられない。じゃあ、おにぎり万引きしようかって話になるわけですよね。で、ちょっとした計算式書いてます。65歳から85歳まで4000万円いるよってことなんですよ。どうですか、50代の皆さん。これから10年後、15年後、ね。その時までに4000万円蓄えておかないと、65歳から85歳までまた働くことになるわけですよ。ね。 例えばね、毎月の生活費が切り詰めて切り詰めて15万だとするでしょで、年間の生活費はおおむね180万。まあ2000万ぐらいですよ。あ、200万か。で、10年間で2000万いるでしょ ?20 年間で4000万って単純な計算式で出てくるじゃないですか。65歳から85歳まで4000万円使うんですよね。生きていくだけで。ね。でも病院にも行きたいし、残り少ない人生。 楽しみもきちんとこなしていきたいですよね。もう二度と会えない、そんな人もいるかもしれません。やっぱ会いたいですよね。もう二度とできないかもしれない楽しみ、やっておきたいですよね。心残りのまんま最後の10年、20年を過ごす。こんなに切ない人生のラストシーンってないじゃないですか。でも、金がいるんですよ。だから今ね、まだ50代の方、まだ間に合いますんで、しっかりと稼いでおきましょうということと、40代の方ね、余裕こいつ,つダメですよ。 40代で最後の地盤作り、そしてその地盤の上に50代を作っていく。そうして楽しく働いて稼いでいく。もっと言ったらですね、レジャーのように働くことですよ。そうすることによって、ストレスのないお金の稼ぎ方っていうのが手に入るわけですよね。無理やりやりたくもないことをやって、それでもらったお金で生活していく。何なんですかね人生ってやっぱり、 楽しいこと、嬉しいことが多い方がいいじゃないですか。でも、サボったわけでもないし、手を抜いたわけでもないのに、いつになったら楽になるんですかね。うん。だからなんかね、一発逆転ボーンと当てればいいのかって言ったら、それでも足りないわけですよ。ね、もう一回、今日のテーマ戻りますけども、50代で資産1億円でも足りないわけですよ。うん、私もこれね、日々身につまされますよ。お金がなくなったら、どうしようとかね。しまいにはね、 もうこれ以上長生きしたくないなと。だからといって、自ら生きていない状態になるのは、なかなか勇気がないんで、なんかね、それこそポックリいかねえかな、みたいなね、感じはありますよね。いや、でもまだ心残りですよ。いろいろと。健康で元気に生きていられるんだったら、100歳でも200歳でも生きていきたいですけどもね。でも、金がいるじゃないですか。早く稼がないといけないですよね。のんびりしてらんないですよ。徐々に体は動かなくなって。 やる気はどんどんん衰えていくでもそれとは関係なく金が必要になってくるんですよ、ね、お金の話ばっかりしたくないでしょだから早くお金を稼いでお金の話なんかしなくてもいいようにその安定した日々を手に入れたいですよねじゃあ本日は以上でございますお疲れ様です